皆さん毎度です、マッドです。本日はちょっと違うオープニングで始めてみました。いつもと同じだと飽きるかなと思ってですね、変えてみました。はい、こんな感じで、お昼前に到着したんですけども、今日のお題は各種メンテナンスデイということで、船ですね、我が相手の方ですね、いろいろいじってみようというか、補修というか、ほったらかしていたものを済ましてしまおうと思いやってきました。まずはボートカバーを外してですね、やるべきことというのはまず乾燥です。先週のですね、B リーグが雨だったということもあってですね、カーペットがずぶ濡れでした。その前も雨が降ってですね、シートに水が含んだ状態のままでもあったので、乾かそうと思いましてやってきました。でお昼を食べておりましたが、この日は風が強く、こんな感じで日よけのパラソルが飛んでいってしまうという事態が起こっておりました。これは大変ですね。もうこれはもうコントですね、この傘がこんな風になるというのは。ところがこのパラソル意外に丈夫で、こんな感じですぐ復元するんですね。実はこのパラソルはですね、2005年の5月22日のポパイカップで獲得した商品で、もう18年来の相棒となっております。ただですね、この相棒もですね、さすがにもうちょっと限界かなというふうに思いましてですね、今回新しいパラソルをゲッツしました。フィッシングパラソル、フィッシング、そうなんです、フィッシングと書いてあるんですね。ヤフオクで5000円ぐらいでした。おお、強そう。こんな感じの傘でした。そこそこしっかりして、これが全貌というか、選んだ理由というのはここです。風抜きがいるなと思って。おお、倒れる、それほど今日この日は風が強かったです。持った感じはこんな感じですね。風抜きがないと飛んでいってしまうということで、間に風抜きの穴があるというか隙間があるものを買いました。さあ作業開始です。とうとう空調服の出番がやってまいりました。これで気合を入れて始めます。空調服がないと死にます。では始めます。ちょっとファンの音がうるさいですが、そこはご容赦ください。まずカーペットにですね、砂が入ってしまったんですね。これはアングラズインさんというか井筒ホテルさんの方の、砂浜でどうしても砂を持って帰ってしまうというのがありました。でそれをですね、今コロコロで取っていっております。掃除機を持ってくるのを忘れました。こんな感じで地道にコロコロで、取っていきました。結構取れてますね、見た感じ。はい、次にですね、あんまり開けたくないこの真ん中のエクステンションデッキの中ですね。ここはびちょびちょになった状態で放置されていることが多いので、これをこの猛暑を、利用してですね、乾かそうと思い開けております。案の定中に入っているものは全部びしょびしょでした。でこのエクステンションデッキも外しましたと思ったらですね、これやはりもうごそごそです。もうひでえ、もうレンジャーあるあるですね。あらゆるネジが緩むということですね。これもガサガサ、ここもガサガサですね。
船体が硬いとどうしてもネジが緩みます。これはもうしょうがないです。この状態でしばらく乾燥させることにしました。でその間ですね、こんな感じでおむつを置いておきましたが、これもパンパンになってました。やはりエレキのペダルのところから水が結構入ってましたね。交換しよう。これはもう速攻交換ということを決断しました。はい、こんな感じで、乾かしておりました。こうなります。そうなんです。ほっといても乾くんでしょうが、私は積極的にこうやって乾かすタイプです。やっぱりカビとかあとジメジメしたのってなんか嫌じゃないですか。ということで、せっかくね猛暑ならそれを利用しようと。はい、次のメンテナンスはここです。はい、乾かしてる間にこれをやってしまおうということで作業に取り掛かってます。もういつ切れてもおかしくありません。ということでこれですね、やってみましょう。ピビ、でこれが最近使ってなかったやつ、これをもう使います。長さ的にはぴったりかな。はい、でこれなんですけど、ユニペックスのペンチ、こういう感じ。ここが爪になってて、でここぴったりぴったりですね。はい、出来上がり。うん、 OK。これは捨てましょう。クニペックス、いいですね。はい、この間にホームセンター行ってきて、ドライペットとこの、ドアの、ドア止め、ドアストッパーを買ってきました。この簡単ドライペットはですね、まあバスボートオーナーなら皆さん必須ですね。私は年間3個ぐらい使います。はい、増し締めやってますね。これはもうレンジャーオーナーであればもう必須ですね、増し締めというのは。これはしょうがないです。行ってきた。もう空調服がなければ死んでますね。はい、古いですねドライペットを出しております。もう水がタプタプです。
はい、これであのエクステンションデッキの方に、入っていたものを、乾いているので戻していきます。はい、蓋を閉めます。はい、完了ですね。で、新しいドライペットをですね、今ストレージの方に、配置させています。はい、それであのおむつですね、おむつの方も新しいおむつを、入れて設置しておきます。はい、完了ですね。はい、終わりました。で、次にですね、このフロントのデッキのポールですね、ここにですねパラソルをさせるようにしようと思います。ここにですね、あのドアストッパーですね、ドアを止めているものをですね、こう固定してみると意外にうまくいきました。経費的には百数十円を4つぐらいでしたね。試しにウクライナカラーの古いパラソルもやっていました。こちらは軽いので結構しっかり固定できました。結構当たりだったかなと思います。はい、ということで本日の、メンテナンスは終了となりました。これ以外にも撮影したネタはありますので、それはまたあの別で上げていきます。こんな感じで地道なことをこなしながらバスボートを維持しております。皆さんの、何かお役に立てればなと思いまして、いつも公開しております。ということで明日はロータリーピアさんで、試乗会となります。お越しになれる方、また古城で出会う方、何かあったらお声掛けください。それではまた明日ロータリーピアさんでお会いしましょう。シーアー。